これは東京都を中心とした地形を標高別に色分けした地図です。色区分は暖色が濃いほど標高が高く、寒色が濃いほど標高が低いことを示しています。東京の地形は西ほど標高が高く、高地は武蔵野台地と呼ばれ、大きさは東西約 50km、南北約 20km に及びます。以前の動画ではこの起伏に富んだ東京を都区部中心にご紹介しました。今回は都内に満遍なく焦点を当てて見てみます。まずは23区中央に位置する文京区周辺です。この辺りは武蔵野台地の東縁部にあたり、川の浸食でできた複数の谷によって勾配の急な坂や崖が多数あります。高台にはそれぞれ名前があり、関口台地、小日向台地、小石川台地、白山台地、本郷台地の5つが文京区を構成しています。また上野公園がある高台は上野台地と呼ばれます。さて、当地には文人も多く住み、彼らの作品に登場する坂道が実在します。そのいくつかを見てみます。まず本郷台地から細長く切り込むこの谷筋は菊坂と呼ばれ、樋口一葉や石川啄木、宮沢賢治などが暮らしました。その菊坂に沿う阿武美坂をよもぎ布日記に残したのが樋口一葉です。実写で見てみます。片側が崖の細い坂道です。至近に一葉の旧居跡があります。続いてはこちら、2つの大地に挟まれた音羽の谷と呼ばれる谷地があります。その谷から小日向台地へ登る坂道がネズミ坂です。森鴎外の小説ネズミ坂の舞台となります。雨が降ればネズミしか通れないと作中で描写されるほどの急坂です。実写で見てみます。今は長い階段状の坂道です。小説が書かれた明治時代は舗装もままならない通りだったのでしょう。続いては江戸時代にちなむ坂道です。こちらの谷地から緩やかに伸びる道が上新寺坂です。実写で見てみます。住宅街を抜ける人通りのある坂道です。この坂道は別名お七坂と言われます。お七とは江戸時代初期の女性八百屋お七のことで、恋人に会いたいがために放火事件を起こし家計に処された悲劇の人物です。この坂下には円城寺というお寺があります。こちらに八百屋お七は眠っています。さて、少し俯瞰してみます。こちらの流れは石神井川です。周囲を浸食して隅田川に注いでいます。一方、こちらの谷筋には目立った河川がありませんが、谷底の幅や大地面との飛行差が石神井川流域とほぼ同じです。この谷底にかつて石神井川が流れていたことを示しています。一説には縄文時代の海浸で王子付近の崖が浸食され、大地が崩れ流路が変わったと言われています。このように川の流路がごっそり変わる現象を河川争奪と呼びます。その石神井川に近づいてみます。川の周辺にはくぼんだ場所が確認できます。もう少し寄せてみます。これはかつての川跡です。現在は改修され公園や駐車場などになっています。明治時代の地図で見ると確かに蛇行していますね。さて、こちらにも大きな谷筋があります。豊島区方面から流れ出る矢端川が大地を削り形成しました。次にこの起伏に富んだ地形を生かした名所をご紹介します。まずはこちらにある旧古川庭園です。この庭園は武蔵野台地の高低差を生かして作られており、台地の突端が洋風庭園、低地が日本庭園となっています。実写で見てみます。高台の洋館から日本庭園までは10メートル超の高低差があります。
もう一つはこちら、大地のヘリオ神田川が流れる場所にホテル椿山荘と肥後細川庭園が立地します。実写で見てみます。細川庭園は崖下の湧き水を引き込み大きな池を設け、そして大地を山に見立てた美しい造りです。椿山荘の場所は昔から大地斜面に椿が自生する景勝地で、明治に入り山形有朋の邸宅となり椿山荘と名付けられました。池袋周辺を見てみます。池袋は標高40メートル前後の武蔵野台地に位置し、かつては田畑が広がる人の少ない場所でした。それが明治36年に池袋駅が開業したことで広大な原野が町へ変貌し、副都心へと成長しました。ところで池袋という地名の由来には諸説ありますが、その一つに関わるのがこの谷筋です。ここにはかつて鶴巻川の流れがあり、大地を削っていました。その源流が池袋駅付近にあった丸池です。別名袋池とも呼ばれ、これが池袋の由来とも言われています。続いては赤羽付近に参ります。赤羽駅周辺は大地のへりにあたり、 JR 線は崖伝いに敷設されています。一方北側を見ますと直線的な段丘崖が見て取れます。標高差は約15メートルほどあります。さて赤羽駅西側は複雑に入り組んだ外線が確認できます。近づいてみます。峡谷のような地形が高低差を生み出しています。この地形を生かし太田道灌が築城したといわれる戦国時代の砦跡があります。大地の端にあった稲付城です。写真で見ると急な石段からも高低差を感じることができます。なお当地は現在上昇寺となっています。赤羽の北側を見てみます。まずこの直線的な外線付近は安ず沢という地名ですが、これは傾斜地を示す地名安ずが由来と言われています。そして外線の下には湧き水が常時染み出ています。さてこちらを見ますと大型団地のある高島平があります。名前からして高台にありそうなイメージですが、荒川が作った標高10メートル未満の低地にあたります。当地名は江戸時代末期徳丸ヶ原と呼ばれたこの場所で西洋式砲術訓練を行った高島秋帆の姓に由来します。さてその高島平の低地を作った荒川ですが、位置的にはいささか離れており、さらに間に別の川が流れています。実は今の荒川の流れは人工的に作られたものです。かつての荒川は蛇行し度重なる洪水に悩まされていました。その荒川の跡が浮間船戸駅付近にある浮間公園です。またこちらの川の出っ張りも同様です。明治時代の地図で見ると蛇行の様子がよくわかります。荒川は大正から昭和初期の大土木工事の末流れが直線化されました。その荒川を遡り武蔵野台地の中央北側を見てみます。練馬区はほぼ全域が武蔵野台地の中にあり、石神井川や白子川、松下線などが大地を削り大小の谷を形成しています。また西東京市にあるひばりが丘周辺は荒川に向かい北流する黒目川沿いに大地が幅広く削られています。近づいてみます。黒目川は東京都小平市の霊園内湧き水を源流に、東久留米市、埼玉県新座市、朝霞市を通る一級河川です。そのうち東久留米市には落合川や立野川も流れ、水が豊かな場所です。武蔵野台地でも湧き水が多いことで知られ、落合川の南沢湧水群は東京都で唯一環境省の平成の名水百選に選定されました。続いては臨海部を見てみます。江東区や江戸川区のあたりは荒川など河川によって形成された氾濫低地と、海の堆積物からなる海岸低地で形成されています。また大正期から昭和期、
産業の発展で地下水が使われた結果、地盤沈下が進み、南砂では 4.5 メートルも沈下しました。地盤沈下で海抜0メートル地帯が広がる一方で、海側の土地を見ると、標高が5から10メートルほどあります。こちらは埋め立て地です。海水面よりある程度高さを保ち造成されたため、海側の標高が高くなりました。明治時代の地図で見ると、埋め立て地か否かが一目瞭然です。なお、荒川沿いのこの公園一帯は、周囲よりも標高がありますが、これは治水のため作られたスーパー堤防です。ここからは東京南部を見てみます。南部は神奈川県境を流れる多摩川が作る地形が特徴的です。中流部では扇状地のような広がりが確認できます。また、太古の昔に多摩川が武蔵野台地を侵食してできた長大な斜面地が続くことでも知られています。この延長約 30km に及ぶ地形は国分寺外線と呼ばれます。それでは外線の様子を多摩川の下流から遡ってみます。国分寺外線は大田区田園調布付近から見られます。この高台には8基からなる古墳群があります。多摩川大古墳群と呼ばれ、6から7世紀に築造されたと推測されます。今から6000年ほど前は、縄文海進と呼ばれる海面上昇の時期でしたので、古墳は海を見下ろす場所にあったのでしょう。古墳群の列は、ここからさらに外線沿いに存在し、世田谷区の下にまで及びます。例えば、こちらにも古墳があります。さて、国分寺外線から流れ出る川は23区唯一の渓谷を生み出しました。轟渓谷です。渓谷は長さが約1キロメートルあり、大地と谷との標高差は約10メートルもあります。水量豊富であった頃の川が大地を削り落としてできました。その矢沢川を下ってみます。この場所は2つの川が交差しているように見えます。一方の流れは丸子川ですが、元は400年以上前に掘られた用水です。6号用水とも、建設責任者の名を取り、地田有堀とも言われます。用水は外線下の緩い傾斜を巧みに計算して引かれ、当地で川を立体交差させていたと言われます。現在は、丸子川上流からの水は矢沢川と合流し、そして丸子川下流へは、矢沢川の水をポンプアップで流し、王子を再現しています。さらに上流へ進みます。国分寺外線の上を走る東急大井町線がここで下ります。崖下の二子玉川駅との高低差緩和のため堀割りが作られています。玉川を再び遡ります。この辺りはいくつもの川筋が確認できます。ハケと呼ばれる斜面から豊富な湧き水が流れ出しています。一方、外線と多摩川の間は標高20メートルほどの概ね平地です。狛江市ではこの水はけの良い土壌での農業が盛んで、特に枝豆作りには適しており、市の名産品となっています。国分寺外線のご紹介も終盤となりました。国分寺外線は武蔵野台地を2面に分ける線でもあります。そして、外線より高い面を武蔵野面、低い面を立川面と言います。さらに立川面には立川外線という段差があり、多摩川沿いは氾濫源となっています。もう少し近づいてみます。外線により、府中駅と東京競馬場の高さが異なることがわかります。約15メートルほどの高低差があります。ところで、国分寺外線に沿って流れる野川ですが、源流は武蔵野台地に集まる湧き水です。その場所を実写で見てみます。湧き水が集まり、池に水をたたえています。
恋学墓という場所です。企業の研究所内にあり、普段は立ち入ることができません。ここからは南多摩地域を見てみます。多摩市や町田市周辺は標高100メートル超の多摩丘陵に入ります。東西約20キロメートルにわたる都内最大の丘陵地帯です。約300万年から70万年前に海に堆積した砂や粘土が隆起し、その過程で河川などの浸食により丘陵が形成されました。一方、丘陵の南は相模原台地が広がっています。これは相模川の形成した扇状地が隆起したものです。続いて八王子周辺を見てみます。八王子は多摩丘陵の北西部にあたり、市南部は丘陵が最も高い場所で220メートルほどあります。また南部に加えて北西部も丘陵で囲まれており、盆地状の地形となっています。それゆえに夏は暑く、冬は寒いとされています。おしまいは多摩地域北部を俯瞰してみます。多摩地域の中心部分にある立川市周辺は武蔵野台地が作るほぼ平坦な立地です。南部へ向かって緩やかに低くなり、多摩川沿いは凱旋となります。一方、北部に目を向けますと凸凹した地形が確認できます。これは狭山丘陵という独立した高地で、東西約11キロ、南北約4キロの広さがあります。今から約50万年前の古い多摩川が長年かけ大地を浸食した結果、島のように孤立して残ったと言われています。その孤立した丘陵を実写で見てみます。確かに市街地の中に緑が形成されていますね。なお、東京都では緑の島と称して森林保全に努めています。ところで、狭山丘陵の中には大きな湖が2つ確認できます。多摩湖と狭山湖です。実はいずれも人造湖です。東京の水がめとして昭和初期に作られました。明治時代の地図で見ると湖がなかったことがわかります。